やるよ。行くぞ、ミカさん。僕たち大丈夫です。はい。よし。ではお願いします。はい。はい。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。巻いてくれてありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。ダブル生アフレコでございました。ありがとうございました。誰が人なんか殺したいと思うんじゃ。誰が好きでこんなことをこんなことをしたいと思うんだよ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを。でも僕らは罪を受け入れきれなかった。兵士を演じてる間だけは少しだけ楽だった。嘘じゃないんだ、コギ、ジャン。確かにみんな騙したけど全てが嘘じゃない。本当に仲間だと思ってたよ。謝る資格なんてあるわけないけど、誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。その表情は何なんですか。教えてください。その甲骨の表情は何ですか。甲骨じゃなくてですね、すごいこう突破されるぞ、撃ち殺せ。ケヌイ。動きを完全に読んでたってことか。
いや、エレイやヒストリア、部下も失うことになる。何が正しいかなんて俺にも分からなかった。だがこの時から巨人だけじゃなく人間を相手に戦うことをあいつらに強いることになっちまった。そうでなければエレンは食われる。エルヴィンの調査報告書にあったレイス教領地の礼拝、ようやくここまでたどり着いたのだから。